今日どうすんの？ねえ、笑ってないで、どうすんのって本当に何も決めてないんだけど、カメラ回してるけど、どうすんの本当に。何の動画を撮るかどうでしょ。そうだって、ねえこっち。とりあえず、うん、いつものオープニングやってよ。やってどうすんの、まあ、とりあえずやる。うん、とりあえずやったら何か始まるかもしれないし、はい、やば。はい、アニマルハウスはい、アニマルハウスへようこそ。園長のゆうきです。はい、というわけで本日はですね、始まん、どうしようね、本当に。まあ、ここまで撮っとく。うん、とりあえず撮れたから。はい、はい、いい匂い。ふしばちゃんおいで、ここ。そういえばね、うん、アニマルハウス事務局に、うん、とあるものが届いて、さっき撮ってきたんだよね。とあるもの？とあるもの。それ今日はだからそれを、うん、ちょっと見てもらって、まあ、話せればなっていう。ゆるい感じの。ゆるい感じの動画はどう？まあいいけど、前代未聞だけどね、これは。まあそうする？まあ、企画になるってこと？動画になるの？まあでも結構びっくりすると思うよ。あ、そう。まあ、まあ、とりあえず、え、じゃあここ、え、今持ってるってことね。今持ってるから、うん、ちょっと渡すね。はいはいはい。じゃあこれ渡すね。うん、はい、どうぞ。何これ、ピザ？何これ何なの、この黒い箱。こっちゅう、なんか来たよ。それなんて書いてある？なんか YouTube って書いてる。え、何 YouTube？ 開けるよ。うん、え、何？お、あれ？本物だ。こっち本物ですよ。嬉しい。あ、ちょっと若干重い。い、とうとう届きました。ちょっとこれ、銀の盾？届きました、とうとう。やったね。いつだっけね、10万人超えたの。そうか、いつ届いてたんだろう。本当はあれじゃない、10万人の時に、うん、紹介できれば一番良かったよ、ね、本当だよね。だってもう今17万人とかだよ。いつぐらいなの、その10万人超えたの。10万人超えたのっていつなんだろう。2020年の、え、20年、今2022年だよね。そう、え、もう1年以上前なの。うん、あ、ちょっと待って、ちょっと調べてみる。2020年の5月に10万人超えてますね。だから2年以上前ね。2年経つよね。ちょうど2年ぐらい前か。嬉しい。それを今紹介しようとしてるわけですよ。やばいよね。こう一般的にね、銀の盾って呼んでるもの、正式にはシルバークリエイターアワードって言うみたいですね。こちめちゃんもね、動画でいっぱい出演してくれたから、はい、何よりこう、僕を応援してくれてね、チャンネル登録してくれてる皆さんがいたから、いただけたものだと思ってますので、本当にありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いします。はい、そんでね、もう一個、届いてるものがあって。もう一個？もう一個あるの。なんだ、なんだ？でも盾は予想外だったな、このタイミングで。まあでも盾はさ、うん、まあ YouTube やってて、うん、その10万人でもらえるっていうのはもともと分かってたじゃん、うん、多分ね、もう一個は想像つかないと思う。え、こういう系なの？うん？いや、ちょっと違うから、ちょっとヒントをね、うん、今手に持ってるから、う
ちょっと見てみて、これヒント。あコツメちゃんネックレス。そうね、せっかくだからつけよっか。俺が今年の初めにね出したんですよ、コツメちゃんネックレス。コツメちゃん、これね持ってるかわいい。これコチュちゃん、まあ、これ の, あの一部売り上げを僕はちょっと寄付したんですけれども、そう、それのね、うん、感謝状。あ、寄付先から。そう、これ でかっ縦よりもでかいですよ、皆さんうわっめっちゃ立派。いやすごい、感謝状。アニマルハウス結城様、寄付先の旭山動物園。ちょっと読みますね、感謝状。アニマルハウス結城様、貴殿はかねてから旭山動物園の理念に深い理解を示され、この度旭山もっと夢基金にご寄付され、旭山動物園の充実に向けて多大なご貢献をされました。ここにそのご好意に対し深く感謝の意を表します。令和4年3月31日旭川の市長さんからいただきました。まあ、これもですね、あの皆さんがねネックレスをご購入いただいて、その一部を寄付したので、皆さんのおかげでもあるので本当にありがとうございます。俺今から喋るのちょっとカットしないで使ってくれる、うん、あのねこれ見てる人はね、うん、これ簡単に撮ってると思うけど、感謝状を結城が読むのに5分ぐらいかかってるからねそうね、ただ読むだけでね。そう、これちょっとカットしないで使ってみる。え、何を？今の俺が喋った言葉で。あ、喋ったことは使うけど、俺が喋って噛みまくってんのは使わないよ。噛みまくってんのは使わなくていいんだね、うん、そう、はい、そんな感じです。まあなんかこれで動画閉じるのもあれなんで、せっかくだから銀の盾と感謝状をいただいたということで、出前でもしてパーティーをしますか。なんか頼みますかね。ねえこっち。まあやっぱりお寿司、お寿司は食べたいよね。ちょっと握り寿司を頼みます。まあ特選、あ、刺身の盛り合わせってあるので、コツメちゃん用に頼みますかね。こっち中華も食べる。じゃあ、うん、お寿司頼んだから中華はおかず系頼んで、パーティーだから何がいいかな。マクド、マクドのこれね、地味にね普通のスタンダードのハンバーガー好きだから、それ頼もう。ナゲットも頼んどっか。あとじゃあデザートも頼もうよ。デザートね、ちょっと待って、デザート系の出前なんだ。あ、でも食べきれる範囲だね。あ、オッケーオッケー。あ、ミスタードーナツのある。あ、でもあれだ、1500円以上じゃないと送料が無料にならない。まあギリギリ頼んでいいんじゃない。まあじゃあ1500円ギリギリ頼むよ。じゃあ、うん、で一緒に食べればいいか。まあじゃあみんなで他のスタッフさんとも分けて食べます。はい、じゃあ注文します。で、あとはちょっと来るのを待って。頼んだからお刺身も。はい、届きました。届いたよ、こっちちゃん。じゃあ、早速食べてきますか。もうお腹空いてるから、ちょうどいい。お寿司、そして刺し盛り。銀の皿で頼んだ。でっか、ネタ。でかくない？ハマチ。喜ぶでしょ、絶対。ハマチ食べれるの？ハマチ食べれる。こっちゅー、お刺身だよ。ほら。こっち、ここおいで。マグロ。じゃあ俺もせっかくなんで食べようかな。お寿司ちょっと醤油かけちゃいましたが、
卵から。うん、うまっ。コツメちゃんと一緒にお寿司を食べてると思い出すな、なんかコツメちゃんとのお寿司動画。いろんなことやってきてますからね、コツメちゃんが俺が開店したお寿司屋さんに来てくれるっていう動画見てくれましたか？おいしい。なんか持ってきたのこっち。もうラスト赤エビ。いいね手前も。うまい。なんかよく飲んでるね、リボンナポリン。北海道限定だからね、東京ではあんまり見かけないけど。さてと続いて中華。おお、麻婆豆腐。うわ、なんかめっちゃいい匂いする。そしてエビチリ。じゃじゃーん。さあいただきますか。うん、おいしい。バーミヤンの頼んだんだけど、皆さんバーミヤンとか行きます？前はねちょくちょく行ってたんだけど。撮影帰りに食べてたよね。結構ロケ行ってその帰りにバーミヤンね。そうバーミヤン行ってた。去年のさ、うん、今ぐらいにさ何の動画を撮ってあげたか覚えてる？去年、何あげたっけね。ちょっと俺も見てみるわ。うん、あこれ撮ったね。なんかない？なんか当ててみて。動物たちと、ヒント。あ、タイトルの。ああ、そうそうそう。タイトルの。動物たちと。最初のヒント。動物たちと。まるまるに行ったら面白すぎた。動物たちとまるまるに行ったら面白すぎたっていう動画を4月30日に上げてる。どこに行ったんだ。もっとヒント出す？うん、かなり季節外れ。わかった。初詣。そう、正解。そうだ、芝とめんちゃんとコツメといったやつか。そう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 。うんうん、それが4月30日。その後5月14日でしょ。じゃヒント出す、うん、家じゃない、どっかに撮りに行ってる、うん、なんでこんなに覚えてないんだろう。全然記憶に。いや難しいよね、そんな。だっていっぱい撮ってる中でどれかって、うん、全くわかんない。初詣の次の動画。記憶になさすぎるな。でもね、ヒントを出しちゃうとねすぐわかんない。わかると思う。じゃ場所ね、うん、場所が池袋。池袋。うん、池袋だった気がする。ああ思い出した。うん、レプタイルズショー。あ、全然。え、違うの？マジ？違う。嘘だ。え、レプタイルズショーじゃないの？え、それ以外に池袋？池袋？池袋？あ、わかった。ペンギンバ。そう、正解。そっか、その時期なんだ。そう、実録ペンギンのいるバーに行ったら、うん、珍行動連発で激レア映像ばかり撮れました。うんうん、うん、なんかあれだよね、ちょうどペンギンが赤ちゃんが卵が生まれるとかっていう時でした。そう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 、元気かね。もう生まれますみたいな、なんか元気っぽいよ。その次のやつぐらい当てる。5月21日に上げた動画。もうこれわかんないよね、こんなの。絶対わかんないって。視聴者の人だってわかんないと思うよ。あの後に何上げたとかって見ないとね、うん、これはね、家系のあの動物ちゃん、うん、飼ってる動物ちゃん系のやつで。分かったかも。え、分かったの？うん、嫌なんだけど。当たったら、当たったらつまんないじゃん。全然違うか。え、当たった？いや当たんないわ。何？え、動物について語ってみた。あ、違うんですよ。あ、でも それもね近いわ。そう、なんかそのぐらいの時期かなみたいな。それもね、その次の次ぐらいにある。あ、そうなの。うん、
ちなみにその次の次が動物について語りましたで、その一個前がヒメウズラが、うん、いろんな動物たちに挨拶をした。でそのね一個前にあるんですよ、ペンギンとそのウズラの間に。ヒント出す？うん、結構ね時間がかかってる感じのやつ。24時間？うん。あ、それはねもうちょっと前。前なんだ。うん、主に家、主に家、家だけじゃなかった気がするこれ。結構移動もした。全然わかんない。絶対わかるヒント出すか。うん。フッサ。あ、それは時間かかってるわ。1年間密着してたカメレオンの動画ってことだよね。赤ちゃんが生まれたっていう。密着1年、カメレオンが誕生するまで。そう。フッサっていうのは東京の地名、フッサ市っていうのがあって、そこにカメレオン専門店があって、で、僕があのカメレオンの赤ちゃんが生まれるからって言って専門家に聞きに行ったんだよね。そうそうそう。相当時間かかってるでしょ。そうだね。でもそれからもさらに1年経ったんだね、今。確かに。あっという間。続いてマクドナルド、今回は普通のハンバーガーとチキンナゲット、ソースはレモンペッパーソースにしました。実はあの学生の頃働いてたんだよ、マクドナルドで。言ってたね。そうそうそう。作る側とさ、うん、レジで接客の2パターンあるでしょ。ああ、ね、俺は作る側だった。あ、作る側、うん、全然なんか想像つかないんだけど。何歳ぐらいの頃？16とかじゃない、高1とか。いただきます。うまい。まあ、俺このハンバーガー好きって言ってるけど、一番好きなのはトマトチキンフィレオってあって、知ってる？うん、今ないかもね。チキンフィレオあるんじゃない？そう、チキンフィレオにトマトトッピングしたらめっちゃうまい。さっきさ、うん、ちょうど1年前の動画の話だったの。ちょうど2年前は何の動画を上げてたでしょう、クイズ。みんなも一緒に考えてほしいよね。確かに、うん、2020年の5月14日に上げてる。本当にちょうど2年前ぐらい。ワンちゃん系です。あ、分かった。え、あれだ、あの犬のフェスティバルのやつ。あー、惜しい。それじゃないんだよね。それ以外にあったっけ、ワンちゃん系。なんかね、ヒントはね、サムネがちょっと今つなぎっぽく見えてるな。あ、つなぎ、つなぎ。あ、つなぎは分かった。分かった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 。ドッグランに行ったやつだ。あ、そうそう、正解。あのフリスビー取ってこないやつだ、みんなが。あ、そう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 、うん、あったなぁ、そういうやつ。懐かしい。それが今頃ね、2年前の。それがちょうど2年前。もう一個ね、うん、タイムリーな動画が上がってるんですよ。2020年の5月21日、うん、質問コーナー。うん、ナイトルーティーン。違う違う違う、さっき喋ってた内容だよ。え、何？あ、分かった。じゃあ、あれだ、コツメちゃんのお寿司。あ、そう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 、それがそうなんだ。それがもう2年前。いや、あれもう2年前なの？千葉、あれ2年前だって。ナイトルーティーンもその前の前ぐらいにあるね。その次がアフリカヤマネの赤ちゃん誕生。うん、もう今まで170本の動画上げてるみたいなんだけど、すごくない？そんな上げてんの？一番最初なんてあれだよ、今見たけど。コツメちゃんとのさ、散歩、なんか野原で、うん、あれなんてさ、今みたいにさ、テロップも入ってないし、音も入ってないしさ、うん、ただ流してるだけだからね。そっから考えるとちゃんと YouTuber っぽくなってるよね。確かに、ね、編集の仕方もどんどん変わってきてるし。今までで一番大変な動画は何だったの？ロケに出かけるやつは大変だったりするよね。ロケ自体だってこと？そうそう、基本的に。あ、そうだね。北海道行った時もそうだしさ、あれが結構大変だ。大変っていうか遠いもんね、そもそも。そう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 。そのどっか行くっていうことじゃなくて大変だったのはプール。あ、プールね。大変だったよね、部屋の中でプールやる。頭がおかしいもん、本当に。あんなの用意することが。これ動画だったらさ、10分とかさ、10分ちょっとじゃん。うん、うちらの撮影時間すごい長いもんね、毎回。長い。今これ撮ってるじゃん、俺今。うん、俺が今ここに来てからさ、3時間半ぐらい経過してるからね。うん、そうだよ。何をやってたのって話でしょ。3時間半、うん、やばくない？見てる人は多分これ5分とかさ、うん、10分とかさ。いや、でもさ、別に休憩してるわけじゃないからね。なんでこんな時間って経つんだろうね、すぐに。3時間半経って今このシーンを撮影してるからね、うん。
ミスドです。うわ、これはボリューミーだわ。久々にミスド頼んだよ。めっちゃ綺麗。美味しそう。じゃあちょっと食べようかな。なんかね、気になって頼んだんだけど商品名が分かんないやつ。なんかもちもちって書いてあったね。あ、書いてある、書いてある、商品名無牛とドーナツだって。気になったんだよね。どうなの？美味しい。全然むっつくないよ。何むっついって？口の水分が取られないってこと。ああ、バサついてないってこと。うん、食べてみて。全然なんか想像してたのと違うんだけど。食べます？ほぼ食べたことなくて、ミスタードーナツって。美味しい。っていうかさ、こんな緩い動画でいいのかな。気づいちゃった？緩すぎるよね。確かに。だって今これ撮りながら編集のこと考えてるけど、別になんか豪華にテロップ入れるっていう感じでもないしね。まあでもあれじゃない、最近そのロケとかさ、うん、コラボとかさ、うん、多かったから、うんうん、たまにはいいんじゃない。まあそうだよね、たまには。銀の盾記念ってことだね。うん、そうね。しかもさ、この動画が上がるのがさ、夜の8時ぐらいじゃん。そうだね、うん、みんな夕食の時間帯とか、それでももう遅いの一般的にしたら。何時ぐらいにみんな食べるんだろう夕食って。人によるでしょ、完璧に。まあだからちょうど8時ぐらいに食べる人もいるってことだ、うん、俺が結構今食べてるから、それを見ながら一緒に夕食してる感じ。俺結構ね、そのご飯食べながら YouTube 見たりするから、うん、そういう人結構多いかもね。いいんじゃない、じゃあ一緒に夕食を食べましょうみたいな。タイトル？どうなんだろう、ね、謎だよね。タイトル、一緒にご飯を食べようみたいな。はい、というわけで本日はですね、こちらネックレスの寄付先の北海道旭川市からの感謝状が届いたのと、アニマルハウス有機の銀の盾を紹介させていただきました。こうやってね、 YouTube から銀の盾が届いたりとか、感謝状がいただけたりとかって、応援してくださる皆さんがいるおかげなので、これからも頑張っていきますので、引き続き皆様応援のほどよろしくお願いいたします。まあ、今日の動画はね、アニマルハウス有機市場かなり緩い動画だよね。うん、結構緩いね。うん、結構こんな行き当たりばったりで撮んないもんね。撮らないです、撮らないです。本当に何ヶ月の前から企画練って動画アップする感じなので、なかなかねこういうことはないのでね、まあ、ある意味貴重だよね。うん。はい、嬉しさをね皆さんと共有できたらなと思いました。はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の来園もお待ちしております。バイバーイ。